岩手ワンコ広報室。今週のテーマは御所の遺跡の魅力を発信、地域の宝を世界の宝へ。一戸町にある御所の遺跡、縄文時代の大規模な村の跡で、当時の住居が土屋根であったことが初めて証明された歴史的価値の高い遺跡です。御所の遺跡を含む北海道北東北の縄文遺跡群は、今年5月イコモスから世界遺産登録の勧告を受けました。御所の遺跡は遺跡そのものがそのまま保存されているだけではなく、今も遺跡の周りに豊かな自然環境が広がっています。縄文時代にまるでこうタイムスリップしたかのような、そういった風景をご覧いただけますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。また御所の縄文博物館の展示室では、遺跡から出土した土器ですとか石器のほかに、縄文人の暮らしをご紹介したプロジェクションマッピングの映像もありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。現地ではボランティアガイドの皆さんが御所の遺跡の魅力を分かりやすく伝える活動を行っています。また御所の愛護少年団をはじめ、地域の皆さんも公園の整備や PR 活動を行っています。清掃活動でもっと御所のをきれいにして、御所がもっときれいな世界遺産になって、世界の人に知ってもらいたいと思いました。ちゃんとしたガイドを来た人にいろいろ伝えられるようにしたいと思いました。世界遺産登録後には記念イベントを開催予定です。詳しくは御所の縄文博物館のホームページをご覧ください。御所の遺跡にみんなで来てください。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。